ク、今日の仕事の調子はどう？順調？近頃は忙しいの。頼み事があるならさっさと言いなさい。どうしてわかるの？と聞こうとした瞬間に私の肩書きを思い出し納得して口をつぐんだのよね。この私が誰かの顔色を見て行動するわけないでしょ。毎朝公務を始める前に日々起きる問題について一気に十数回ほど占う習慣があるの。結果は往々にして正しいわ。今日の占いで面倒事が起きるって結果が出たのよ。関と県の丸、箇所の満ち引きがある。それに対する旧館の陣の解読結果はこう。藩士曰く、早飾る客三人来たり、計すれば終わりは吉。計すれば終わりは吉。旧館の陣ってば、そこまで気遣いのある占い結果を出してくれたんだ。うちらってば、朝からぬ縁があるみたいだね。実はね、大木が旧館の陣でカフカの過去を占うところを見て、うちも似たようなことをお願いしたくて。なるほどね。陣で過去を復元し記憶を蘇らせたいと。理屈はわかるけど、旧館の陣にそれができるとは限らないわ。はあ、やっぱりそう簡単に行くわけないよね。言ってないじゃない。とは限らないよ。どれだけの差があると思ってるの。大牧師の重機を誤解しないよう原理を詳しく説明させていただくわ。旧館の陣は人の記憶を蘇らせたりはしない。あれは情報を収集して未来を推定するかのように過去を推定するの。地行師の者が事件の証拠を集めて現場を再現するのと同じよ。過去を推定するための素材は過去と関わりのあるものでもいいし、当事者の記憶でもいい。でも美月の場合はカフカと違って過去の記憶を持っていない。私は医学に精通しているわけではないけど、幸いにも本をたくさん読んでいるわ。記憶喪失の原因は2つある。何かしらの理由で記憶が脳の奥深くで眠っているから呼び起こせないか、ある種の手段でその記憶を脳から消したか。一体誰？うちにそんなひどいことをした人。美月がどっちに当てはまるのかは旧館の陣で試せばわかるわ。それじゃあ推定に必要な素材から用意しましょう。美月の記憶はもう当てにならないでしょうから、旧館の陣をより精密に動かすために過去の経験と関係あるものを用意してほしいの。何でもいいわ。準備ができたら旧館の陣の中心に来て私を探して。過去の経験と関係あるものって大木が言ってたよね。何を用意しよう。先週で買ったお土産とか。
話し人として旅をしている間にそれらしきものは結構たまったと思うけど、確かにこれまでの旅でいろんなものを貯めてきたけど、どれにしたらいいかわからなくて。車掌さんが自ら手渡してくれたチケットなんだ。請求列車に関する記憶？行けると思うわ。これは泉州で出会った美しい思い出だよ。何も言ってないじゃない。ふっ、私は欲しいもプルプル派だけど。これはベロブルグの地下で拾った戦利品だよ。キラキラしてて綺麗でしょ。こんなに綺麗な鉱石が危険なわけないじゃん。光る宝石に対する少女の熱意、わかるわ。仕事関連のものね。問題ないわ。それだけなの？できれば記憶を失う前のものを渡してほしいんだけど。待ってよ、覚えてないんだから記憶を失う前に手に入れたかどうかなんてわからないでしょ。おかしなことを言ってるように聞こえるのはわかるわ。けど過去を推定するのであればその素材が必要なの。もう少し考えてみて。記憶を失う前、つまり列車に乗る前。ごめん、姫子の話によると拾われた時の道は丸裸で氷に封じられていて、まるで赤ちゃんのように何も持っていなかったんだって。って言ったら次のセリフはこうでしょ。じゃあ氷は残ってる？残念でした。拾われてすぐあの氷は溶けてなくなっちゃったの。確かにすごい冴えてるね。記憶を失う前から持っていたものといえば六層氷を作り出せるこの能力かな。今氷を作り出したら大木の要求を満たすことができそうだね。いいでしょう。人を使わしてこれらをジンの元に送るわ。美月は準備ができたら中心に行って。推定はいつでも始められるから。こちらの準備は整ったわ。美月はどう？多分大体概ね準備できたと思う。どうか気をしっかり持ちなさい。全ての記憶によみがえる価値があるわけではない。人々は苦痛と負担を抱えて歩いているのよ。もし向き合う準備ができていなかったら、推定はいつでも止められるから言いなさい。好意があだとなってお前を傷つけたら嫌だもの。大丈夫、ここまで来たんだし毒を食らわば皿までだよ。いいでしょう。ならばこれから大変休館の陣にお前をつなげる。陣はお前の記憶を読み取り己の過去を思い出せるよう手伝ってくれるはずよ。記憶を塞いでいる関所まで探
遡れば、ジンは既存の情報を利用して推定を始める。つまり存在したかもしれない過去を紡ぐの。分かった、この子も一緒に行ける？悪いけど彼女を連れて行くことはできない。旧館の陣は美月なのかを中心にして演算するの。彼女の存在は不必要な情報を増やすだけなのよ。つまり旧館の陣が構築した記憶の宮殿で頼れるのは自分だけ。安心しなさい。ジンの外にいる私はいつでもお前と交流できるから。できることに限りはあるけど、遡る過程でお前に干渉できるわ。始めましょう。目の前の空間こそがお前が提供したものを素材にして作り出された情景よ。美月、気分はどう？まあまあかな、大した問題はなさそう。丈夫なのね。ジンの影響を受けた時、多くのものはあまりの情報量に流されて一時的にめまいがする。厳格だよね。目の前に不幻が二人もいるなんて。厳格じゃないわ。一人は私の投影よ。これでいつものように会話ができるでしょ。もう一人はお前の過去の中に存在している私よ。なるほど、これはいつの出来事かな。ここは確か医者市場だよね。多分探偵師に攻め入った時のことでしょうね。本当に信じられないんだけど、あの時は広場中が運気群だらけだった気がする。何しろ旧館の陣が推定したものだから、多少の歪みが発生するのは仕方ないわ。でもここまで大きい揺れが生じるなんて不合理ね。あちらの不幻と話してみて。あの大木がなんて言うのか聞いてみましょう。自然と解決する。性格が剣木をよみがえらせた。それによる結果は誰も予想できない。個人曰く、災いは服のよるところ、服は災いの伏すところだ。健康には常に家福を占いの今は、神通力を持つこの身こそがナフを救える。どうやらお前の中の私はこんな風に長たらしい無駄話をする人間のようね。そんなうちの目に映る大木は全能で超人的な存在だよ。
この経験が歪められているのは確かね。でもそれを構築している素材はお前の記憶よ。その点に関しては間違いない。つまりお前は無意識のうちに私の話を早口言葉と思ったってこと。それは大木様のお言葉がどうにも理解できなくて。まあいいわ、怒ってる場合じゃないし。推定した経験が歪んでいるのであれば、その要素をいちいち取り出して正すしかない。でないと先に進めないわ。複雑だね。聞いてるだけで脳が伸びちゃいそう。もっと簡単に説明してもらってもいい？さあ、矢をつがえてあの不言を射抜きなさい。なのか、俺たちにとって最も重要なのは未来だろう。え？思い出に溺れると今の感覚が麻痺し、未来への希望まで絶たれてしまうぞ。ねえ不言、記憶の中の人はみんなわけのわからないことを言うの？情景がこんなに歪められているなんて変ね。いや、奇遇だね。あんたもうちの記憶の中にいるんだ。普段はあんまり喋らないけど、ここはうちの記憶で、うち
の縄張りなんだよ。せめて何か喋って。何か言葉を失っちゃったよ。私も美月も彼女に対して似たような印象を抱いているのね。思い出さないで、あんたには無益だよ。聞いた？この子まで突然変なことを喋り始めたよ。美月様、最新の泉州美人図鑑はいかがでしょうか。期間限定で特典カードラフ炭治郎の出現確率が上がっていますよ。こんなに元気そうなテイロンを見るとなんだか悲しくなってくる。過ぎ去りし思い出を悲しむ必要はありませんよ。明日は明日の風が吹く。もう悲しんだりしないでください。誤った選択肢を全て排除する必要なんてないでしょ。脅迫観念にでも駆られていく。やっほー将軍様。将軍？ケーゲン将軍？ケーゲン！ムカつく！立ったまま寝るなんて。こんな人もいるんだね、世の中には。紛れもなく、お前が無意識のうちに将軍に対して変な印象を持ってしまっただけよ。あ、そうだ、探偵士に攻め入った時、将軍は現場にいなかった気がする。どうやら将軍がこの経験を邪魔してる根源みたいだね。美月なのか。わあ、急に起きちゃった。今の自分の生活に満足できていないのかい。結構満足してるんだけど。ならばどうして過去に執着する。これは何かしら。これなら知ってる、ベロブルグの鐘つきだよ。待って、
どうして金付きが医者一番に？どうやら一つの経験に他の経験の部分が混ざったようね。侵入してきた異物のようなものかしら。異物？聞いただけでもまずそうじゃん。手術で取り除く必要があったりしないよね。その必要はないわ。逆に旧館の陣が干渉を排除した証だと思うの。ほら、無事もう一つの経験へと至ることができたじゃない。叩いてみなさい。あの経験に移動できるかどうか試しましょう。覚えがあるわね。先週の貿易航路にはたくさんの類似した星があったけど、残念なことに反物質レギオンの出現によってどこも連絡が断たれているの。そうだね、ベロブルグは雪に覆われた週末の古城だから、いろんなところにこういった金付きが置かれているの。じゃないと人は生きていけないんだ。外出しない大木に美月なのかがベロブルグを案内するよ。そういえばまだ実際に金付きに触ったことはなかったな。いつも焼けて真っ赤になってるから、触るとうちの柔らかい肌がカリカリになっちゃうかも。大丈夫よ、ここは記憶空間だから。現実世界で火傷を負ったことがないなら、記憶の中でもそうはならないはず。現実でケーゲンにぶたれたこともないけどね。うるさいわね、触りなさい。熱くないって言ったじゃん。やけどを負わないと言っただけよ。熱くないとは言ってないわ。熱いという概念を理解しているのであれば、記憶がおのずと感覚を補足してくれるの。これがベロブルグ。全然寒くないわね。寒え、大木は大丈夫なの？こっちは寒くて震えてるのに。多分本当の寒さを体験したことがないからでしょうね。まあご自分でこの寒さを満喫してね。ラフでの過去なら私も一緒に経験したことがあるから、お前の助けになれたけど、ベロブルグでは自分自身で干渉の源を区別し異物を引き出すしかない。分かってる、うちに任せて。そうそう、お前に聞きたいことが一つあるの。ものすごい苦痛を味わったことはある？え、ないはずだけど、どうして急に？人は時々苦痛から逃れようとして意図的に極端な記憶を忘れる。お前自身も気づいてると思うけど、ラフでの記憶の中ではお前が出会った人すべてが思い出さないようになだめたでしょう。無意識のうちにお前が自身に語りかけているかのようにね。もちろん外部による干渉の可能性もあるわ。誰かがお前に暗示をかけ、あることを思い出すのを防いでいるとかね。うち、わざわざ記憶を思い出さないようにされるほど重要な人物とは思えないけど。何も覚えてないんでしょう？うん。ここでもう一度確認させて。このまま自分の記憶を探索し続けたい？外部からの干渉って言ったよね。じゃあなおさら探索しなきゃいけないじゃん。うちの記憶を封印した悪者がいるかもしれないのに。行こう、
景ってホテルを案内してあげる。私もますます興味が湧いてきたわ。この経験はうちらが初めてベロブルグに到着した日だよね。その翌日に指名手配犯になった。いるはずのない人物は誰だろう。美月さん、ようこそ散歩ホテルへ。僕はここの警備を担当しているジェパードだ。ホテルの警備員がフル装備だなんて。ベロブルグの治安ってそんなに悪いの？いやいやいや、ジェパードはシルバーメインの守衛官だよ。例えるとラフの軍機群隊長的な感じかな。どうして彼がホテルの警備をしているのかはうちらもよく知らないよ。なるほど、意外じゃないわね。人はつい合理的なものを求めるから、関わりのないものを組み合わせて有意義そうに見える劇にし、人生と名付けるのよ。美月さん、何か用でも？何もないのなら仕事の邪魔をしないでほしい。それと一言言わせてもらえば、過去はもう去っている。振り返っても何の意味もない。君がつかめるのは未来だけだ。なんというか、ジェパードが言いそうな言葉だね。ゲーテホテルのお茶は本当に絶品。特にこの林園春は、昔一人の喧騒者がサンゴの力で雪原にサザンカを咲かせたらしいの。林園春こそその花で入れたお茶。林園春は泉州のお茶でしょ？多分うちが脳内保管したものだと思う。ベロブルグでメイちゃんを飲んだ覚えがなくて、つい。苦い、まずいわ。苦いほど体にいいの？苦いものは苦いのよ。苦いほど体にいいとか言って自分を騙すのは自己催眠に過ぎないわ。ベロブルグにはこんなことわざがあるの。苦中の苦みを味わって初めて人の上に立てるって。なんだか経験がどんどん道を外れてきた気がするわ。無意識状態のうちには作家の才能がないみたい。おそらく意識のある状態でもないと思うわよ。反論できない。いいお茶。誰もがこの素晴らしさを堪能できるわけではないのが残念。美月、忘れるという恩恵はこのお茶のように口に入ると苦いけど、後味として軽やかさが残るの。残念だけど飲んでいる人にはその素晴らしさがわからない。正直このブローニャはうちが覚えてる彼女とだいぶ違う。この経験を歪めている力はすぐ近くにあるよね。ちょっとゾワッとしちゃった。心配無用よ。休館の陣にいる限り私がお前の安全を保証するわ。久しぶりだね、ツエレ。あら、ミツキじゃない。お久しぶり。ベロブルグを離れてから全て順調に進んでる？列車は振り向かなかった。振り向かずに星空の端へと走っていった。それは列車が自分の宿命を知っているからよ。時間の中で前へと進む私たちのように過去に戻ることはできないわ。美月なのか、振り向かないで。過去はあんたにとって有害無益よ。私を信じて。あ、わかったよ。ありがとう。どうしてお前の記憶の中ではどいつもこいつも思い出すことを阻止しようとするの？変ね。
変だと思う。でも、とりあえず進んでみるよ。あ、うちらはベロブルグに到着した次の日にシルバーメインに追われて、それからゼーレに会ったんだっけ。つまり、ゼーレはこの記憶にいちゃダメな人。彼女がこの記憶に干渉している源なんだね。干渉を取り除きましょう。やっぱり私が信じられないのね。え、いや、そうじゃなくて、ただ答えないで、後ろめたさを感じないで。あれはお前を邪魔しようとする幻影に過ぎない。わかった、じゃあ始めるね。占いましょう。消化勝利、世の万物に法人事なす。我に力を。回答を楽しみにしているぞ。ヘルタ自主研究？どうやらこれが異物みたいだね。多分これから思い出す過去はあの子と初めて出会った宇宙ステーションヘルタだと思う。惜しいことに最後の最後まで雪国の絶景を見られず、旅館の広間で時間を消費してしまったわ。お前にとってはここが印象深かったのね。ホテルで気持ちよく一眠りしたら指名手配犯になってたから印象深かったのは事実だよ。じゃあ次の駅、ううん、前の駅に向かって出発。お前さえよければいつでも出発しましょう。よかった。今回はモニターだね。熱々の金付きじゃない。美月、しっかりしろ。急がなければ。え？急ぐって？フゲンは？フゲン？それは誰だ？寝言を言っている暇はないぞ。今の宇宙ステーションは危険だ。何の話？ついてこい。アスター所長曰く、前の部屋に性格が保管されているらしい。レギオンもきっとあれに興味を持つだろう。この記憶は、そうか、あの子に出会う前の話だね。今度は誰の話をしているんだ。今日はいつもよりたわごとが多いな。早く来い。
何かが起こってるんだ。クゲンがいなくなるとそわそわするね。ミツキ、聞こえる？今、より一層確信したわ。お前の記憶は何かしらの干渉を受けてる。その出所はまだわからないけど。仕方ない、ここからは自分で何とかしないと。ミツキ、振り向いたところで貴様の目に映るのは混沌とした過去だけだ。貴様は宝石の世界アドリブン唯一の生き残りで最後の姫君。あの星はナヌークが神となった瞬間に燃やされ黒曜の地獄と化した。貴様の両親は絶望の中で赤子だった貴様を氷の船に乗せ希望を抱えて星の海へと送り出したんだ。そして貴様は名もなき輩たちに拾われ育てられた。ミツキ、唯一の救世主である貴様は生まれ変わりを約束されたものでもある。これはうちが小説のために考えた設定じゃない？想像まで引き出されるなんて。ミツキちゃん、自分の経験を思い出せないの？その弓が証拠でしょ。あなたは一人の巡回レンジャーだった。あなたは仲間たちと共にスウォームの残党に抗い戦ったの。そしてエメラルドでブラックホールに飲まれかけた世界を救った。そして原始博士が入念に練った陰謀を砕いた。ウェンワークの一戦で重傷を負ったあなたを守るため巡回レンジャーのリーダーはあなたを氷に封じ自己回復するのを。でもこの弓は姫子が作ってくれたんだよ。嘘が下手くそだね。ミツキなのか。請求列車に乗っている七死人の一員。姫子博士に拾われた後自分を封印していた六層氷から解放された。当時の彼女は全ての記憶を失っていた。それはそもそも彼女に過去など存在しなかったから。彼女はアイオーンだったの。アイオーンには過去なんてない。神になった瞬間から存在していた過去も未来も運命の手によって陰没されるから。ミツキナノカが犯した罪は神に属する権能をなくしたこと。こんなめちゃくちゃな話うちだって考えたことないよ。でも可能性は高そう。やっと全部片付けた。引き続き記憶をたどってフーゲンとナノ、もう思い出すのはやめよう。過去をたどる必要なんてどこにあるの。忘れたってことは元から重要な記憶じゃなかったって意味でしょう。七死人は列車に足を踏み入れた瞬間から生まれ変わる。私たちは後戻りできない道を歩いていくの。探索して開拓しよう。振り向くことで七死人の誉れを汚さないで。
とうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。マイナスだ。存在と感知しかし真理を探り語尾を込めた。座標は宇宙ステーションから発信されたものじゃない。心拍、脈拍ともに弱いな。美月、人工呼吸の準備を。ここはあの子と初めて出会った時の。でもいない。あんた誰？覚えてないんだけど。私はガーデンオブリコレクションのメッセンジャー。空間の陣を離れて現実へと戻って。過去には君が執着するほどの価値はない。傷を負うだけだ。離れるべき人はあんただよ。うちは絶対に諦めない。ガーデンオブリコレクション、流行天君の人間。お前が私の観察の邪魔をしていたの。この子相手に何を企んでいる、何を考えているかは知らないけど、そんな風に他人の記憶を奪い愚弄することは私が決して許さないわ。非常手段を使うしかないみたいだ。美月、これからちょっと不機嫌になるかもしれないけど、私自らがお前の記憶世界に入り阻害するものを排除するわ。湘南に過ぎないわ。そうよ、一体人事なっ。守るべき者のために打ち崩せ。答えてみた。出て。恩義を転換。もう絶対に。そうよ、一体。
くれてありがとう、フゲン。面倒を見ると約束したでしょ。それに私はヘンチテン君の恩恵を受けている身だもの。真相を求める者の邪魔をすることは許さない。さっきの人、自分をガーデン・オブ・リコレクションのメッセンジャーだって言ってたね。ならガーデンはどうしてうちの邪魔をするの？ガーデンの者にもそれぞれの思惑がある。所属だけでは動機を確認できないわ。それでここが請求列車なの？どうやらもうすぐ最初の経験にたどり着けそうね。その時になれば大炎休館の陣は推定を始められる。自分が発見された場所を覚えているかしら？時うちを封じていた氷は今住んでる客室に置かれていたような気がする。ならばこの車両を通ってお前の部屋に行きましょう。タンク、俺たちでこの氷の封印を解くぞ。まだ中の人間を救えるかもしれない。救急箱を持ってきてくれ。メッセンジャーの仕掛けでしょうね。お前の行動の邪魔をしてるのよ。振り向かず前へと進め。振り向かず前へと進め。振り向かず前へと進め。前に進もうとするお前の邪魔をしている。もしかしたら交代することで過去をたどることができるかもしれない。振り向かず前へと進め。やっとわかったよ。邪魔者の言葉に逆らえば出口にたどり着けるってことだよね。さすがうち。お前がこの門を開けた瞬間に休館の陣を動かすわ。準備ができたら門を開けてちょうだい。なんでうちの部屋が。まだ片付けてないのに笑われちゃうよ。お前の部屋？部屋の中にあるのは氷？
それはもともとそこにあった調度品なの？氷？つまりこれが異物。どうやら私たちの探索の旅はとうとう終点にたどり着いたようね。最後の最後にもう一度確認するわ。本当に自分の失った過去を取り戻したいの？取り戻したい。大木？大炎球館のジンが推定を始めたんだ。彼女は今手が離せない。またあんた？うちの過去とあんたに何の関係があるっていうの？どうしてうちの邪魔をするの？どうかガーデンオブリコレクションを信じてほしい。私は君を守るために行動している。そんなに自分の過去を知りたいのならついてくるといい。私が君の始まりを見せてあげよう。もうこれ以上のものは求めないで。どうか私を信じてほしい。どうかあれは決して甘美なものではない。ここが君の始まり。ここから君は一度きりの人生を広げ、唯一無二の冒険を経験した。それ以前の出来事は君にとって無意味だ。君の命の価値は過去ではなく今、そして未来にある。羽ばたく鷹がかつて落ちた崖を恋しく思うことはない。帆を上げた船が格差した瀬戸を恋しく思うことはない。そして君も我が子も過去は幻であることを知っているはずだ。けれど君が今経験している全てが必ずや金石に刻まれるだろう。お別れの時間だ。記念に贈り物を渡そう。では次に会えるのを楽しみにしている。やだ、待って。苦しい。ウゲン、どうして途中で止めたの？苦しいだけだから。休館のジンは先ほどの一瞬で動きを止めたわ。美月があの氷に触れた瞬間、私はお前を観測できなくなったの。一体何があったというの？ちょっと説明しづらいかも。なるほど、あの謎の人物は確かに流行天君の使者なのね。それって不利？うちの過去に関わりがあるのは記憶の愛用不利なの？いいえ、まだ断言はできないわ。ただとあるアイオンがお前の記憶を封印した可能性があるってところかしら。それが流行天君であるとは言い切れない。もしかしたらメッセンジャーが言う守るとは、お前の記憶を封印した張本人が流行天君ではないことを暗示しているのかも。手を出したのはお前が封印された記憶に傷つけられるのを防ぐためとかね。悲観的にならなくても大丈夫だと思う。だってガーデンとちょっとした関わりがあるってことが分かったから。
どうやらお前の記憶を取り戻すという行為は大炎休館の陣の能力範囲を超えてるようね。大丈夫だって、大木が喜んで協力してくれたことだけでもありがたいと思ってるし。そうね、でももし他に用がないのであれば今日はこの辺にしましょう。早く陣の点検をするために人を手配しないと。もし陣が破損していたら惜しくて死にそうになるわ。じゃあうちらはこの辺で失礼するね。ねえ早く行こう。点検してもし本当に破損してたら列車が弁償する羽目になりそうだよ。列車からの景色はなかなか風情があるわね。長い間大木市にいて偽りの星空に囲まれていたから本当の世界の壮麗さを忘れていたわ。私もたまに絶叫に行って素晴らしい景色を眺めたくなるの。何しろ世にある機械で珍しい景色は常に険しい道を進んだ先の遠方にあるから。残念なことに私は一日たりともラフから離れられないけど、どこかに行きたいと思っても彼らは許してくれないでしょうね。お前たちには感謝しなきゃね。公務が忙しい時はここに来て休むことができる。お前たちは先週の客人だから、私を探すためにここまで来ようと思う者はいない。ここみたいにこじんまりとした場所からこんな景色が見えるなんて悪くないわね。私が保証するわ。ポケットの中に手を入れたらこれが入ってたんだ。公園水かな。休館の陣の中で変な声が言ってたの。贈り物をするってこれのことじゃないかな。ここに封じられているのはうちの始まり。なんだか彼らに悪意はない気がする。うん、じゃあこの贈り物はありがたくいただいちゃおう。休館の陣では散々ひどい目にあったけど、これを手に入れたからまあまあ悪くなかったかもね。今度